ございます。韓国大好き歴10年以上の武道です。今深夜3時ですね。昨日は4時まで遊んで、今日は3時まで遊んで、今、深夜バスですね、オープンバスという深夜バスで帰ってきたところなんですけど、ですね、間違えてバス停1つ手前に降りちゃったんですよね。それで今あのバス停1個目歩いてるんですね。てか昨日は正しいところで降りてたのに、今日はなぜか間違うっていうね。ちょっと日中のバスはちょっとどうかわかんないんですけど、バス乗ってる時2つバス停の名前言うんですよね。今回の駅はこれで、この次は何々ですみたいな。そう、さっきも言ったんですけど、ね、もうちょっともうね、昨日4時で今日3時のぼけてるのでそれで多分降りる駅だと思って間違えて、その次の駅の名前を言ってただけなんですよね。なんで今多分歩くと10分以上かかっちゃうんですけど、それの記録をつけてます。もう本当にこの動画、多分だいぶ何個か動画開けた後に YouTube アップすると思うのであれなんですけど、出会ってしまったんですよね、素敵な人に。もちろん韓国の人ですね。で、結ばれないじゃないですか。結ばれないっていうか、その時めちゃくちゃ仲良くなっても、最初から決まってる終わりっていうか、別に大昔じゃないからどっちか住めばいいじゃんって思うかもしれない。どっちかが相手の国に移動すればいいじゃんと思うかもしれないですけど、まあ、そういうことを簡単にできないじゃないですか。ね、本当に切ない。何度か動画内で言ってるかもしれないですけども、面食いなんで、顔がめちゃくちゃ好きなんですけど、もちろんそれだけじゃなくてね、性格とか声が素敵なんですよね。で、出会ってもう連絡先も交換せずっていう感じですね。なんか交換もう俺も子供じゃないんでね、恋愛の経験何度かしてますけど、連絡取らなくなっちゃうじゃないですか、そういうのって。だから無理に交換するのやめようと思って、逆に期待にしちゃって悲しい時ってあるじゃないですか。うるさのくしゃみとか、演技だったとしたらごめんなさい、わかんないんですけど、
って話してたらと因縁のジューシーですね。まだリベンジできてないんですけどします。10分ぐらいかかると思ってたんですが、撮影時間的にそんなにかかってないですね。ちょうど10分ぐらいかな。ソウルマーケット DDP の方がやってなくて、で、ヨイドの方もあるから、それ今日行こうと思ってですけど、やってない。これはもう現地行く前にネットで調べたら、そう書いた棚あったんで、もうやめましたけどね。いやマジでちょっと、いや別にコネストがね、そう書いてあったって絶対正しいとは思わないですけど、だいぶ信頼を俺が置いているので、まさか、ね、2つもやってないなんて。 DDP の方がちょっと分かんなかったんですけど、ヨイドの夜市は夏の間に2ヶ月間ぐらい、毎日曜日に8回みたいな、そんな感じらしいです。だから、そう、それに合わせてこっちもスケジュール組んでるけど、そのままそれぞれ撮影できずっていうね、めっちゃ悲しいです。てか普通に旅行、一人で旅行した時、別にここまで予定崩れることなかったのに、今回撮影するってなってからめっちゃ崩れるんですよね。なんかまあそれはそれで愛嬌っていうことで、完璧じゃなくね、臨機応変にするっていうのも本当の趣味だと思うんだね。ということで、バス停1個分ぐらいわーっと歩いてきましたので、とですね、よいしょ、見えるかな、映ってるかどうかわからないんですけど、未来の俺がちょっと映像編集で色味調整してると思います。で、夜のトンネルですね、真夜中のトンネルですね、ライトアップとか全くされてないですね。日中というか夜6時とかされてるかもしれないんですけど、この時間全然されてないんですけど、まあ一旦ここをゴールとしてこれで終わりにしようと思います。